ナイスパニック。8三でいきます。さあそれでは準決勝第2試合、さあもう一方のカタールのファイナリストを決めます。先攻アクト、後攻 B アンダーゼロ。 DJ 三ツ明ブリンダー B。 先輩方があんだけあっちバトルかましてくれた後に俺らが世代を担わないわけにはいかないから光らせたワンバイ。肩肘張って肩に力入れて硬いんだけ田舎だけ、そりゃそうだぜ、これが屍とチャンピオン。あまお待たせ田舎ペ大将。Yeah、 お前がチャーチなことを知るやつって後に結局お前は月焼き場の意でごまかすんだな。俺はね治療で歌いに来てって、あくまで何をやってもぶらさない。俺は自分と地元の仲間、それをあげて街に暮らしてる。そのベイで俺は俺を歌ってる。俺の韻がチャーチだって言うなら今日俺の韻より硬い韻を誰が踏んでたんだよ。俺だってそうだぜグッドバイブス、その上で目の前の壁すらぶっ飛ばしてく。だからこそフットも熱くさせる。山梨生まれ袋そうだし、あ悪そうな人、さっきも言った大体他人、ただひたすら硬いライブ転がしたい。いや確かにな、昔はただの他人だった。このカルチャーにあってパイプがハマった。俺たちがやってんのはそういうことじゃねえのか。パイプをつけた上で街を歌った、それがラッパー。レペゼンの意味分かってんか。お前がどこで何やってるかも知らねえよ。俺らのイベント誘ったな、今度はぶちかましに来てくれ。俺がやってんのはそういうことだ。今度は前回もぶちかましただろうが、俺以外にかませたやつ一人でもいいのか。山梨と袋開けてんだ、どちらも。俺にとっての地元がお前にとって鳥籠、それだったら意味がないだろ。ここから青い羽で羽ばたきたい、それだけの話。カンタ君ライブが暫定付け、3年目でおとぎ話はアンデルセンだぜ。この街が鳥籠だったら俺は未だに抜け出してるんだろうね。だがそうじゃねえ、鳥籠の中が一番自由だって知った。街を歌ったがゆえで山梨と言った。どのバトルに出てでも俺はそういうこと。どこに行っても山梨って出してバトルしてんだ。ライブもそう、さっき言ったろ、千葉も長門でもこっちのぶちかまして。終了。さあ熱いナイスバトルでした。アクトもビアンドゼロもすごく良かったです。さあお客さんに、聞きたいと思います。先行アクトがヤバかったと思ったやつ、後攻 B アンダーゼロがヤバかったと思ったやつ、勝者 B アンダーゼロ。ナイスバトル。アクトなんかあれば。